さあ、今日も放送をお届けしますが、ちょっと本題に入る前に、えっと、今週のね、月曜日に、プレミアムボイシーで、あのー、社員からの、あ、プレミアムボイシーは東京鴨頭ランドの社員ミーティングの一部を切り抜いて一週間に一本ね、 え、配信して、それに僕がオープニングトークとエンディングトークをつけて、皆さんにも学んでいただくっていうね、非常に、あ、組織運営とかチームビルディングとかリーダーシップコミュニケーションに役立つ放送ということで、もう大人気なので、もう今月も100名近い方が新規登録いただいているのですが、今週月曜日に、東京鴨頭ランドに入社して、まあ2ヶ月目の、谷博人の質問に、 カモガシラヨシヒトがガチで答えるっていう放送だ。これが好評でさ、もうジン君の評判がすごいわけよ。ね。ジン君の評判がすごいんですよ。うん。か確かにジン君すごいですよ。24歳であれだけ前向きで成長意欲があって、行動力があって、決断力があって、イケメンで、いい男よ。でもさ、答えたのカモガシラヨシヒトなのに、評判上がったのジン君よ。 それってどうなのよと、ちょっと、思いながら。 それでも、たくさんの人にプレミアムリスナー聞いていただいてて嬉しい、鴨頭が人でございます。あの、このプレミアムリスナーの方ね、もうぜひぜひ、ボイシーを聞いてくださってるような成長意欲のある方だったら、十分に回収できるどころか、大きくレバレッジをかけて成長することができる放送になっております。なんせ、1ヶ月の月額900円ですからね、1回あたり200円から250円ぐらいの自己啓発音声になっているので、ぜひ ね、このボイシーを聞いてくださっている方は聞くようにお願いいたしますで今日は本題なんですけれどもまあ僕採算ボイシーではね年に数回、まあ、同じようなテーマ喋ってる内容があるんですけどその中の一つに人間の意思の意力は大したことないよとじゃあなんか人生を変えたいと思った時にはどうすればいいかよし人生変えるぞと思うことを。 なんかじゃなくて、環境を変えた方が早いからと。人間の意思は弱いんですよ。環境に影響を受けているんですよ。だから、どんな環境に身を置くか、変化をもたらすときには、自分の内側を見直しちゃダメ。自分と向き合うなんて、もアホがやることです。もう自分、自分に向き合ってって、何か好きな人多いけど、だ頭が弱いね。悪い、弱い。 頭が使い方がね、下手。違う違う違う。うまくいってない時に自分に向き合っちゃダメですよ。うまくいってないんだから。うまくいってない時には、うまくいってない状態に内側なってんのに、それに向き合っちゃダメ。うまくいってない。もしくは、もっと良くしたい。現状より良くしたい時は、内側じゃなくて、外側にフォーカスした方がいいの。環境を変えるんです。 で、この環境っていうのは何かっていうといわゆるどのコミュニティに自分を所属させるかなんですねでえっとコミュニティって何なのかっていうと最小単位で言うと家庭なんですよこれ最小単位ねこれ赤ちゃんから死ぬ時まで影響を受けてるので家庭です2番目が会社ですで3番目は自己選択領域なんですよ で、僕がおすすめしてるのはやっぱオンラインサロンとかなんですよね。だって、なんか楽じゃん、選ぶの。引っ越ししなくて環境を変えられるのってオンラインサロンぐらいしかないから。他はだいたい引っ越しみたいなのが付きまとうのでね。ただ、大きく人生を変えたかったら、これ上に上がっていけばいいんですよ。かといって、家庭変えるの、まあまあ、まあ不可能じゃないけどね。離婚するとかね。絶縁するとか。でも、かなりエネルギーの消費カロリー高いでしょ だったら、二番目。会社を変えるっていうのもありだよってことです。だから人生をもう、まず変えてみようって。まず一歩踏み出そうだったら、オンラインサロン。これだって軽いから。簡単でしょポチって、あの、押せばいいんだから。で、お金ちょっと払えばいいだけなので。あの、引っ越しもしなくていいし、仕事も変えなくていいから。でも、思いっきり変えたかったら、職場を変える。で、谷弘仁ね。この今評判のンは、それをやったわけですよ。 大阪に住んでいたけれどもその会社を退社して東京鴨頭ランドに引っ越してきて入社したわけですよほなら変わりますよねまあ彼はね24歳の年に人生を大きく変えるってもう決めてあったみたいで一番効果的なものを選んだんだと思いますね家庭を変えるっていうのはエネルギー消費量が高すぎてリターンがもしかしたら合わないかもしれないけど職場を変えるって非常に大きな決断ではあるけれども大きく変わるときには有効なのでね でさ、なんか、我々日本人ってやっぱり小さい頃からお父さんお母さん、そして学校の先生に受けてきた影響が長いわけですよ。ね。親だったらもしかしたら10年から20年ぐらいでしょ学校の先生だったら小学校、中学校までで9年高校まで合わせると12年とかでしょ結構長い期間に影響を受けてるんですよ。で、これ全員じゃないんだけど、多くの親や多くの先生は、 長く続けることは良いことで、変えるのは良くないことだっていう常識を持ってる人の割合が高いです。なんでかというと、家庭っていうのはそんなにコロコロ変えないから。そうですよね。大体いいずっと同じだから。だからあんまり変化がない場所にいる人なので、変化をもたらそうとする教育しないんですよ、子供にも。部活だったら長く続けなさい。学校だったらやめちゃダメって言うんですよ。会社だってコロコロ会社ダメって言うんですよ。言うでしょ そして学校の先生もそうです。学校の先生転職活動6回目ですっていう学校の先生って会ったことありますかないでしょ。もしいたとしたら学校の先生から普通の会社に転職しちゃってるから会えないのよ。転職バンバンやってる学校の先生に。学校の先生ってずっと学校の先生やるか、最初学校の先生やってて、よし人生に変化をもたらせよう、会社を変えてみようっ,て言ったらもういないから。 先生やってないんですよ。だから、家族や学校の先生は基本的に保守的で、現状位置バイアスが普通。悪いって言ってないよ。普通なんですよ。だから、もしも自分の人生に変化をもたらしたかったら、親の影響や先生の影響を一回リセット、排除しないと変えられないってこと。 つまり私たちは無意識で生きていると最小単位の過程や最初に出会った価値観を植え付けられた先生の影響を受けているので無意識だと現状維持バイアス変化をもたらさない方を選ぶそっちがいいとすら思ってるんですでも本当に求めているものが変化だったら思い切って職場変えちゃって OK です で、ね、これ僕あの、会社帰ろう、会社帰ろうって言うと、企業研修とか行くとよく怒られんのよ。会社辞めろって言わないでください、鴨頭さんっていう。それはね、会社の立場の話です。でも僕は、今、ボイシーパーソナリティとして、ボイシーリスナーさん、個人に伝えてますから。仕事なんか変えたっていいに決まってるんですよ。まあ、会社の、会社の研修でもたまに言ってる。よくあの、社員が辞めちゃうんですけど、っていう会社の人いるけど、会社経営者の人いるけど、社員は辞めてない。 社員は移動してるだけです。辞めるとかいうのは会社側からだけの一方的な視点を人間に押し付けてるんですよ。社員は移動してるだけ。もっといい場所ないかな。もっと自分に合ってる職場ないかな。もっと自分が輝けるようなチャンスのある職場ないかなって、自分の人生の選択してるだけなんだから、辞める辞めるとか言うな。 <laughs> いやまあ言うのはしょうがないか。言う、やめてんだからね。でもいいじゃん、やめたって。その一人入りの人生の方が大事じゃん。会社なんて、社員なんてもともといなかったやつを採用してんだから、自分のものみたく言うな。 と、えー、思っております。これを企業検診で言うから怒られるんだね、俺ね。あ、ボイスだからいいね。ここは別に会社じゃないからね。僕は本当にそう思っています。ね今だって経営者やってる人で創業社長なんてさ、どっかの会社で働いてて辞めてんじゃん、自分だって。なのに自分の会社の社員辞めんなっていうのおかしいでしょ。全然 OK ですよ。なので、人生を変えたくなったら、まず、あの、簡単な方からがいいと思うよ。 でコミュニティは3つある。3種類あるって言いましたね。えー、一番重くて変えるの大変なのが、か、家族ね、家庭。家庭は変えるのはなかなかむずいから、最初からこれ選ばない方がいいよ。大変。最後の最後の手段で取っといて。2番目、職場。3番目、自己選択コミュニティ。オンラインサロンなどですよ。なので、まず最初に3番目の軽いやつ、自己選択のコミュニティを変える。 これやってみてください。それでも変化が足りない。もっともっと人生に変化をもたらしたいと思ったら、2番目、職場を変える。もうさ、ここまではさ、全然 OK だから。3番、3つ目の家庭を変えるだけはもうちょっと慎重に考えた方がいいかもしんない。リスクが大きくてね、変化がちっちゃかった時に元に戻りにくいから。でもさ、3番と2番はいいよ。 もっともっといい意味で自分の命の時間というものを充実させる方向に考えてみてはいかがでしょうかさあ今日はね人生に変化をもたらしたいんだったらば3つあるうちの軽い方から進んでいくといいですよというおすすめでございました。あ、コミュニティを変えるっていう人はねぜひねオンラインサロンカモビズがカモガシラヨシヒトのコミュニティとしては最大級の 1700人っていう方がね、学んでいて、しかも意識高い系で、しかも実利、ビジネス思考力、ビジネス力が身につく。これだから、えー、サロンの料金を余裕で回収できるっていう、もしかしたら10倍とか100倍にできる人も出てくるぐらいなのでね、そういう意味では非常に環境としては、 オンラインサロンカモビズはおすすめしやすい内容になっております。ただね、毎月1日2日3日の3日間しか入会できない仕組みになっているので、あ、これちょっと興味あるなって、まずオンラインサロンからやってみようかなと今日思った方は、こちらのチャプターにオンラインサロンカモビズの順番待ち LINE っていうのが登録できるので、そちらの方を登録しておけばね、あの、ちゃんと入会できるタイミングに情報が届きますので、もう絶対にポチッとしておいてください。 もう一つはね、東京鴨頭など、鴨頭が人とと一緒に働きたいという方は、スタッフ募集がスタートいたします。7月29日に説明会をやるので、そちらの参加応募ホームか、応募ホームがリンクに貼っておきますので、もうぜひぜひ、もうやる気のある方とかね、イケメンかわいい子とかね、成長意欲のある方はぜひエントリーお待ちしております。 ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいねー